おマックスこれめちゃくちゃ効くじゃん。どうも皆様こんばんは、セゴリと賛成でございます。さあ来ましたよ。というわけで今日の動画はこちらです。マスター&ダイナミックの MW08 でございます。さあマスター&ダイナミック、前回のですね MW07 プラスも僕動画にしましたけれども、ヴィトンとかランボルギーニとかそういったハイブランドとコラボしている非常に有名な会社、こんなに綺麗なイヤホンがあるんだっていうことでですね、非常にコメント欄も盛り上がって楽しかったですよ。前作もですねこのようにめちゃくちゃかっこいいものでしたけれども、そちらの高級感はそのままに、音質や性能がさらにグレードアップしたというモデルになっています。いやマジでどうなってんだろう、すげえ楽しみです。さあこれがどこまで進化しているのか、これから皆様と一緒に開けて詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらがマスター&ダイナミック MW08 です。開けていきましょう。さあ出てこいよ、オープン。おお、いいね。マスター&ダイナミックのマークが真ん中にちょこんと乗っています。非常におしゃれです。さらに開けてたら、おお、いいねいいね、すごいな。もうケースから何からもうめっちゃワクワクさせてくれる仕様ですよ。出ました、前作と同じポーチですね。前のモデルにもついていましたけれども、ここは仕様は変わってなさそうですね。それと必要な書類が一式、もう一個一個おしゃれだわ。チャージって書いてあって、両方の口が USB-C になっているものと、それの変換のコネクターですね。フィットって書かれて開けると、おお、イヤーピースが綺麗に並んでいます。いいね、こんだけ種類があればですね、それぞれの個性に合わせてくれるので、どれか合うもの絶対あると思います。そんでよいしょ、こちらが本体になるわけです。めちゃくちゃかっこいいんだが、これ真っ黒いケースになってるんだけど、非常にですねこの手触りとかも高級感があっていい感じです。表面にはバッテリーの残量かな、開けたらですねこんな感じでパカンと光るようになっています。すごい艶やかでいい感じなんだけど、その後ろ側は特に何も表示されていない。右側に充電口があるんだけど、左側は特に何にもなし。だいたいこういうのってさ、外側とかにメーカー名とかいろいろ入れたりするんだけど、全くないです。非常にシンプルだけどかっこいい。上をパカって開けると、ほほ、マスター&ダイナミックのマークがうっすら描かれています。いいね、めっちゃ上がるね。取り出してみると、うわこれ本当に細かいな。ケースの中もこのようにですねキラッと光るようになっていて、取り出すたびにこう高級感というかですね特別感を感じられる仕様になってるっぽいね。イヤホンそのものはこんな感じ、非常にですねこのようにキラッと光る仕様になっているんだけど、うっすらマスター&ダイナミックのマークが入っている。いやーほんとかっこいいなこれ。でこのようにピカーンと光ってペアリングですとか、そういうのがわかる仕様になっています。で上側にはこのように物理ボタンがあるので、ここで操作をするという形になりますね。もちろんアプリでも操作できます。前作はこのようにシルバーにしたんだけど、懸念していた、使っていたら擦れてしまうんじゃないかって、やっぱその通りになりました。このように傷がついちゃうんですよね。なので今回黒にしたんだけれども、シルバーにするとこのようにですね多分擦れてくるっていう可能性はあると思うんですけど、これはこれで味だという風に捉えられればそれはそれでかっこいいので、カラーはそれぞれ皆さんのですね好みに合ったものをお選びいただくとよろしいかなと思います。ドライバーは前作よりも1ミリ大きな11ミリのカスタムベリリウムドライバーを搭載、低域から高域まで忠実に再現し、リッチで広がりのある高品質サウンドがさらにパワーアップしました。音質を損なわずに雑音をカットするハイブリッドアクティブノイズキャンセリング搭載、ボタン一つでアンビエントモードにも切り替えられます。マイクは独自開発のノイズカット機能を取り入れたのが片方3個ずつ計6個搭載されているので、雑音や風切り音を低減させクリアな通話を実現しています。 Bluetooth はバージョン 5.2、 コーデックは SBC-AAC AptX に対応。イヤホン単体で最大12時間、ケース充電込みで最大42時間使えます。アプリと連携することでノイズキャンセリングやアンビエントのレベル調整、アップデートなどが可能になっています。イヤホン本体の重量は 9g、 軽量かつ高高度なセラミック素材、 IPX5 の防水防滴性能もあります。とまあこんな感じなんだけれども、これが前作と比べてどんな感じなのか、これからつけて使っていきたいと思います。
はい、じゃあ聞いていきましょう。ペアリングは一瞬で終わり、アップデートはちょっと時間かかりましたけどね。じゃあつけていきましょう。どうなんかな。装着するとこんな感じに見えますよ。やっぱ非常にかっこいいですよね。見かけはめっちゃいいけど問題は音質ですよ。どんなもんなんでしょうか。じゃあ聞いていきましょうかね。音全然問題ないんじゃないかな。低域もしっかり厚みを感じるし、高域も非常に伸びやかだし、聞いてて違和感とかこうザラついた感じとかホワイトノイズとかそういったものは全然聞こえないです。アプリと接続するとこんな感じの画面になりますよ。 MW08 っていうことでアップデートも終わっています。右上のですね歯車を押すとワールドボリュームっていうことでですねオフとかですねノイキャンアンビエントですね、そちらが選べるということですね。オートオフタイマーですよ。30分なのか1時間3時間そんなのも使わなくていいですよのですね4種類選ぶことができます。マニュアル的なものもここに書いてあるんだけど基本的に全部英語です。日本語にはですね完全には対応していないっていう感じみたいですね。まあでも基本的に使うのはこのですねアンビエントとですねノイズキャンセリングとかなので、まあまあ別に気にしなくてもいいかなっていうところではありますね。はい、というわけで今直接工事現場の音を流しています。さあどうなんでしょうか。この状態でじゃあノイズキャンセリング入れます。オールデイノイズキャンセリング、マックスノイズキャンセリング、なんだろう。お、マックス、これめちゃくちゃ効くじゃん。これはですね、もうマックス飛行機とか乗ってる時に行けますよっていう風になってますね。めちゃくちゃ効くこれ、マックスは。高級ブランドとコラボするってなると、飛行機でどっか行くとか出張するっていうような人もね、まあセレブ的な人も多いだろうからね。これは喜ばれるんじゃない？あー、ちょっと弱くなるのか。高音域もちょっとふっと力抜けた感じになりますね。耳鳴りみたいなグワーっていうのがきついっていう人はこっちの方がいいのかもしれないけど、マックスはめちゃくちゃ効くからね。おお、イヤホンでこれはすごいんじゃない？かなり効く部類に入るよ、これは。あ、いいな。これはいいね。ただやっぱ当たり前だけど、ゴーガーっていう低い音はかなりカットされるんですけど、ガシャンガシャンとかっていう工事現場の高い音は残ります。まあ飛行機とか低いからね、音がね。それだけカットできれば、まあ十分自分の世界には入れるかなと思いますね。じゃあアンビエント行きましょうかね、スイッチオン。ボイス、あー、自分の声か。低域はあんまり入んなくって高域のみ。あ、ちょっとねなんかねノイズキャンセリング聞かせた状態で声だけ聞き取りやすくするっていうちょっと不思議な感じこれ。へー、面白。あ、これは全体的に入るようになるのか。へー、これはちょっと変わってるね。でも面白い仕様だわ。ボリュームのプラスボタンを長押しするとアンビエントの切り替え、外部取り込みですね。ボリュームのマイナスボタンを長押しするとですねノイズキャンセリングのオンオフが切り替えられるようになるみたいです。はあ、なるほどなるほど、こういうことなんだね。ちなみにじゃあ前作との音の比較もしてみようか。どうなんかね。ああ、なるほどなるほど、確かに違うな。こっちの方がねよりちょっと低域が若干薄いかなっていうところがある。もちろん十分いい音なんだけど、ちょっと厚みがやっぱこっちの方が増してるかな。やっぱ11ミリになったっていうものの違いなのかなとは思いますね。ノイズキャンセリングはもう圧倒的にこっちの方が強いよ。ノイズキャンセリングとかも高級感っていうものですよね。そういったものを求めるっていうんであれば、やっぱ新しいものの方が個人的にはすごい楽しめると思います。なるほど、めっちゃ面白かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はマスター&ダイナミックの進化版 MW08 をご紹介しました。いいところ残念なところをまとめていっていくと、音はめっちゃ進化しています。ドライバーも11ミリと非常に大きくなったので、迫力の低音ですとか低域だけじゃない透き通る高域っていうものもですね楽しむことができます。見かけはねもう本当にかっこいい高級感あるんですけれども、その見かけにですね負けない十分聞き応えのある音を楽しめるっていうのも非常に考えられてますよね。デザイン音だけじゃなくノイズキャンセリングよ。このノイキャンはすごいわ。飛行機の中でがっつり聞かせたいとかそうじゃなくって、まあほどほどに安全面にも考慮して聞かせたいっていうことで二通り分けることができます。なかなかイヤホンのノイズキャンセリングって強くさせるっていうことが難しかったりするんですけれども、これは十分強さを感じることができるので非常に楽しいです。いかにね見た目が良くても音と機能性がやっぱ十分じゃなければ使わなくなる
なっちゃったりとかするんだけれども、そういうことはなくね、もうしっかり楽しむことができると思います。外部取り込みもですね、声だけっていう風にすればですね、低域はちゃんとカットされてる状態なので、話すという用途以外の音が入ってこないので、会話に集中することもできます。全体的な音をしっかり聞き入れるっていうモードもあるので、声が低くてですね、なかなか聞き取れないっていう時にも、こっちのモードに切り替えればですね、簡単に話をするっていうこともできると思います。ケースから開けていく時のワクワク感もすごく良かったし、専用ケースもあるのでですね、このようにパチンと入れればですね、不要な傷がつくということを防ぐこともできます。そうね、まあ残念なところを言っていくと、値段はちょっとするよ。44,000だったかな、結構するんで、4万クラスまで行くとね、やっぱこうなるんですよ。もうめちゃくちゃ満足できるんで、手に取りやすいものっていうのを探そうと思えばもういくらでもあるんだけれども、機能的にはですね、やっぱ十分に盛ることができないので、どうしても使わなくなっちゃうっていうことは結構あるんだけど、でもなんかビトンとかランボルギーニとかがコラボするっていうのはちょっとよくわかるわ。高級感もあるし、そのですね、名前に負けない音の性能っていうのも十分あるんで、新年度になってですね、入学したとか新社会人もしくは出世とかですね、まあいろいろです環境が変わって、プレゼントとしてもめっちゃ喜ばれると思うんで、これは使ってみて、やっぱ値段以上のものがあるんじゃないかなっていう風に思いました。だけどまあこの4万っていう結構勇気がいる部類に入るんで、そこをどう思うかっていうところかなとは思います。でも機能的にはですね、全然不満はないです。あとはアプリが英語なんで日本語になってくれたらなお嬉しいかなと思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。というわけで今回はマスター&ダイナミックから新しく登場した MW08 ご紹介しました。いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。続いてまた明日、じゃあ。